ぬくまぬぬくまぬ干渉の位置ぬく、まぬ干渉は南西太平洋の干渉。ぬく、ナム諸島とも呼ばれ、一般的にはタスマン諸島と呼ばれる。パプアニューギニアに属しているが、同国領地からは非常に遠い位置にあり、ニューアイルランド島西端から7 0 0トルほど東にある。最も近い陸地はオントンジャワ干渉でぬく。 マヌ干渉の5 0トルほど南に存在するが、この干渉は国境を挟んで、ソロモン諸島に属している。干渉は20以上の島からなっており、大きな証拠を囲んでいる。ヌクマヌの諸島はいずれも干渉に形成された、始島でアりかいからの高さは低い。定住者のある本島のヌクマヌ島は、干渉の東端にある。ポリネシア人種では、主な商的、文化的取引は、 近隣の温頓者は干渉と行われ、ぬくまぬの住民との間に多くの文化的類似点を共有した。近世以降は19世紀末にドイツ帝国領になり、1914年の第一次世界大戦のドイツ敗北後にオーストラリアの管理下に入った。アメリア・ヤハートとフレト・ニューナンが太平洋で遭難するまでの経路の最終地点とされている。 ぬくまぬの住民の利用できる陸地資源はとても少なく、タロイもヤバナナが栽培されている。ココナッツの内部の柔らかい部分は、島民の主食として不可欠なものであり、果肉部は生魚や貝と共に食される。また、島民は生子を取るために、小子へ潜って漁をする。これは、真珠層を作るのに使われる、西キューズ外属の貝と共に主にアジアに輸出され、 抜く、マヌ経済の根幹となっている。干渉のポリネシア人住民の先祖は、ポリネシア人が精神して到達したとされる。言語はサモア、生きがいポリネシア語群の一つに分類されている。抜く、マヌ干渉は、オントンジャワ干渉とともに、メラネシア列島に位置しているにもかかわらず、ポリネシア文字を保持している。 ヌクマヌの住民の最初の本格的な調査は1908年から1910年にかけて内容で行われたドイツの科学遠征の中、ドイツの民族史学者、エルンスト・サーファートとハンス・ドムによって行われた。この遠征ではヌクマヌとウントンジャワを訪れ、そこで研究が行われた。彼らの研究結果として、ルアン・ジャイアウント・ヌクマヌが1931年に出版されている。 ありがとうございます。